今日はスペシャルな差し入れですよ。じゃあ行こう、司令さん。またあったな、帝国歌劇団よ。じゃねえ。日本一の発明家なめんなって。矛と盾か。いいな。全ての事象は矛盾をはらむものだ。よし。完璧な戦いを見せてあげる。攻め込んであげる。悪くない結末だ。指示くださいです。何かあると慌てちゃうけど、少しずつ慣れてきたかな。的な戦いを見せてあげる。了解、攻め込みます。さあ次の曲、指示くださいです。了解、攻め込みます。強い。さあ殲滅完了。俺様を怒らせたことを後悔させてやんや。容赦はしない。容赦はしない。練習は欠かさない。攻め込む。もう一発。もう一発。指示くださいです。警戒を強めろ、司令。司令、どうしますか？ご褒美、期待していいですよね。了解、全力でいきます。完璧に決めてみせる。ああ、ここから狙おう。今だ。殲滅完了。やりましたよ、司令。褒めてください 하하하.してやれ。舞台の幕引きにはふさわしいセリフが必要だ。うん。一つ、人の世の未来を奪い、二つ、不埒な悪徳行為。3つ、醜く下った鬼を帝国歌劇団さくらしの志持て叩き切り払います。さあみんな、温泉入ろう。よかろう。エビ。ごめん、少し怖くなっちゃって。私は女優を目指して九州へ出たけど、マモンのせいでその夢は絶たれてしまったから。だから怖いのよ。え？また居場所を奪われたら帝国歌劇団すら解散させられてしまったらと思うと。セビちゃん、ごめん、弱いね、私は。アセビちゃんは弱くないよ。だってアセビちゃんは島にいた時からずっと。歌も演技も剣も私の憧れだもん。シノ、でも私自己評価が低いね、うちのヒロインは。普通に自信持て。いやいや、ありがとう、みんな。私はもう一人じゃない。倒して必ず公演をしましょう。お？演奏始めるよ。了解、攻め込みます。うん、ですよ。ああ、ここから狙おう。殲滅完了。司令、どうしますか？桜餅公園。お腹すいた。ファイヤー。容赦はしない。ラジャ、攻め込む。やりました。司令、どうしますか？了解、攻め込みます。次の曲、司令、勝ったよ。はあ、お腹すいた。行こう。的な戦いを見せてあげる。妖怪攻め込みます。うん、強い。ああ、ここから狙おう。くださいです。了解、全力でいきます。うん、強い。ああ、殲滅完了。司令、どうしますか？桜餅パワー。練習は欠かさない。容赦はしない。容赦はしない。妖怪、攻め込みます。攻め込む。ラジャ、攻め込む。やりました。もう一発、そこ。司令、どうしますか？妖怪、攻め込みます。やりました。上々の参加だ。カフェをおごってくれてもいいんだぞ、司令。司令、一緒に行こう。完璧な戦いを見せてあげる。攻め込む。攻め込む。妖怪、攻め込みます。うん、さあ、次の曲。指示ください。了解、全力でいきます。やりました。指示くださいです。ファイヤー、ファイヤー。練習は欠かさない。ああ、殲滅完了。やりましたよ、司令。褒めてくださいれじゃあ行こう司令さん。騒ぎを聞きつけて来てみれば、まさかこんなところにまで好機が出現しているなんて。うん？待って！別府でブラックの公演見たよ！とっても素敵だった！あなたたちみんな舞台が好きなんだね！ちょっとシノ、やめときなって。やめなさい。風行さん、今は私たちの歌劇団はあなたたちに遠く及びません。けれどそれは今はあなたたちにしか歌劇が許されていないからです。日本に一つだけの歌劇団で輝くより広い表現活動を認めた上でその中でナンバーワンになる、それがトップスターなのではありませんか。知っています。だから私はアセビちゃん、私ブラックに憧れてたの。九州に出てきてたのもブラックの入団オーディションを受けるため。でも落ちちゃったのよ。でも今はここが私の居場所。さっきみんなに背中を押してもらったから。みんなで講演をしてそこで一番輝く。それが今の私の夢。と思ったらつい柄にもなく熱くなっちゃった。おというわけで指令、これからもビシバシよろしくお願いしますね。マモンを倒して九州で公演をしましょう。頼りにしてます、司令。いやいや。お嬢さん、突然現れてなんだねあんたは。天神姫か。天神家第35代当主名代天神姫かですわ。帝国歌劇団はなでしこ様に救われたこの私、天神姫華が復興させると決めているのです。姫華ちゃん、私、さくらしの。なでしこは私のお母さんです。姫華ちゃん、一緒に帝国歌劇団やろう。ふにゃなでしこ様の娘？ 카카카!道は俺が開いてやる。了解、攻め込みます。ああ、ここから狙おう。司令、どうしますか？了解、全力でいきます。指示くださいです。全力でいきます。ああ、殲滅完了。司令、どうしますか？容赦はしない。容赦はしない。